こんにちは、ボイスロイドのゆずきゆかりです。こんにちは。ついに対話型 AI GPT-4 が公開されましたね。どうやら手書きの画像をもとにウェブサイトを作れたり、税金の計算をしてくれたりすることもできるようです。くそ、実は私いつか社会に貢献しようと思いウェブデザイナーや税理士を目指していたのに、早速 AI に仕事を奪われてしまいました。私が働かないのは働きたくないからじゃなくて、奪われたから働けないんです。しかし私は AI の進化を歓迎する。だって私が働けないことで AI の仕事が増え、社会がより良くなるんだろう。私はそういうことに幸せを感じるんだ。名誉静岡県民の絆あかりです。それでは本日のニュースはこちら。話法、日本ついに四面楚歌になる。これが国際的圧力です。 G6 駐日大使が日本に対して LGBT に対する法整備の検討を求めているという記事が話題です。日本を除く先進7カ国と EU の駐日大使が連名で性的少数者の権利を守る法整備を促す岸田総理宛ての書簡を取りまとめました。これは今年5月、広島で行われる首脳会議で首相が議長を務めることも踏まえ、対応を迫るものとなっています。ほん、広島でサミットね。広島県民さんに聞きたいんですけど、大阪府民さんが広島風お好み焼きは関西風のパチモン屋でって言ってたけど本当ですか？静岡県民が仁義なき戦いの引き金を引くな。さて、こうした書簡が取りまとめられた背景には、日本が唯一 G7 内で LGBT の差別禁止法を持たず、同性婚を認めていないことにあります。米国務省で LGBTQ の人権促進を担当するジェシカ・スターン特使は2月に来日した際、同盟国として差別禁止を実現するための協力は惜しまないと強調したり、英国のロングボトム駐日大使は昨年11月の東京都内での講演で長女が同性婚したことに触れ、 LGBTQ の権利保護の早期実現で日本に協力したいと呼びかけてくださっています。人権後進国に人権を教育してくださる G6 尊い。対して岸田政権は総理自身が同性婚を認めると社会が変わってしまうといった発言をしたりと、政権内での議論は活発とは言えません。 G6 からの圧力と国内の世論、政権は内憂外患の中、難しい舵取りを迫られています。ネット民の反応は、これが本当の同調圧力。俺ら苦労してるからお前もしろって思考やろこれ。人種差別しまくってる国が文句つけてきてるの草。多様性と言いつつ自分たちの価値観を押し付ける矛盾 W。等の意見がありました。さあ、君たち、時代は LGBT 保護だよ。人権第一主義の静岡県民からすれば、これは当然の主張だよ。私は、男が男を好きでも、女が女を好きでも、人が獣を好きでも、それはその人の個性だと思うんだ。それを認めるのが正しい社会なんだよ。LGBT はケモナーについての解釈はないはずだが。重箱の隅をつつく指摘、マイナス20 LGBT ポイント。しかし謎のケモナー仮面からゆかりさんに、プラス200万あかりちゃんポイントを与えるように言われています。おそらくゆかりさんの構成に期待してのポイント付与だろう。今後私多様な性的マイノリティ、ケモナーを含むについての理解を深めてほしい。ちな私個人は断じてケモナーではない。なんでケモナー仮面があかりちゃんポイントを持ってるんだよ。ちなみに当チャンネルでもアンケートを取ってみました。同性婚についてあり？なし？結果はこちら。お、同性婚については肯定派が過半数を占めてるね。税制面での優遇などの問題もありますが、おおむね肯定的な意見が多いように思えます。最近の女の子は LGBT に対する意識が高いからね。メイン視聴者層女の子説やめろ。個人的には、この記事では書簡を取りまとめるとまでしか書かれていないので、本当に G6 大使がそう思っているのか眉唾なところはありますが、実際多かれ少なかれ外圧がかかる問題だと思います。果たして死刑制度のように我が国の道を行くのか、はたまた法整備を進めるのか、今後の政権の動きに注目です。以上、ボイスロイドどうでもいいニュースでした。続きましてボイスロイドいいニュースです。ほがらほう、しょぼくれた猫、元気になる。2022年11月25日、アメリカニュージャージー州のペット養子組センターのモリーさんは、センターの猫のツイートをします。フィッシュトーファーと名付けられた、いかにもしょぼくれ、寂しそうな猫の姿がそこにありました。5歳になるフィッシュトーファーは迷い猫として発見されましたが、とても寂しがり屋で、仲間がいる時にしか食事をしないようで、性格は撫でたり腕に抱きつくのが好きな甘えん坊、この愛すべき猫を救ってくださいと紹介されていました。このツイートは大きな反響を呼び、ツイートの2日後にはフィッシュトーファーを飼いたいという人が保護センターに集まりました。そして現在では若いカップルがフィッシュトーファーを引き取り、新しい家庭で生活を送っているようです。
そこにはあの、しょぼくれた表情の猫はいませんでした。それではあかりさん一言どうぞ。私は学生の昼食時、一人でご飯食べる姿を見られたくないから、いつも誰も来ない4階の踊り場で食べてました。そうですか、ありがとうございました。それでは最後に謎かけを。G6 での結婚とかけまして、効果と解きます。その心は？どちらも、同棲もあります。ご視聴ありがとうございました。